時和会館中央通り時和本店は左手に位置する。時和本店は大分県大分市にある地場百貨店時和の店舗である。大分駅を起点に南北に走る大分市のメインストリートである中央通り沿いに位置する。地上8階、地下2階の本館と地上6階、地下2階の時和会館が船井三三通りを挟んで隣接している。このうち、 本館部分、または本館全体と、時は外館1から4階の物販、飲食部門を合わせた部分が、時は本店と呼ばれる。本館の売り場面積は、約42,564平方メートル。本店の年間売上高は329億2,400万円。時は本店は、1936年4月に開店。 1988年10月8日に、別府店が開店するまで、52年間にわたって、時は唯一の店舗であった。また、1943年9月に、一眼デパートが廃業してから、2000年12月に、時はわさだタウンに、時はわさだ店が開店するまで、57年にわたって、大分市内唯一の百貨店であった。このため、単に、 時はといえばこの店舗を指し、時は、別府店が開店するまでは特に店名はなかった。しかし、別府店開店に伴い大分店と呼ばれるようになり、同じ大分市内にわさだ店が開店した後は、本店と呼ばれるようになった。時は本店前の中央通り沿いには、大分バス本社前停留所の1から2番乗り場があって、本館の1階正面には、 大分バス総合案内所が設けられており、時は本店前は、実質的に、ダイブバスのバスターミナルとして機能している。屋上には、2019年時点で、日本全国で5台しか現存しない、ヤマハ製のミュージックサイレンがある。1954年に設置されたもので、毎日、開店時間の朝10時に、正午、朝、正午に、花嫁人形。 閉店時間の夜7時に、アニローリーを流している。その音は、半径 5km、風があれば 10km まで届くという、ありがとうございます。